りすぎじゃないこれ、うん、なボル塾の CM みたいになってる。おだえりな緊急発表ショールームおだえりーく吉祥御殿キュッ。はい、決まりました。もうこれだけ決まればね、まああとは大丈夫です。というわけで改めまして皆さん、これ皆さんこんばんは、赤井祐介でございます。今夜小田エリナさんから緊急発表があるということで、急遽ショールームスタジオから生配信でお届けすることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね、いきなりね違うやつが出てきてね、ということで、こちらのタイトルでですね、なんか一部ネットでは仰天のことなんじゃないかって、言ってるんですけども、一切関係ございません。仰天ちゃんは関係ございません。果たしてお代理のどんなリークが聞けるんでしょうかということで、それでは早速ご本人の口からお代理クしてもらいたいと思います。お代理なさんです、どうぞ。どうもはい、お代理なでーす。イエーイ。お代理のショールームなんだよね。そうですよ。俺から始まっていいの？まあ、大丈夫です。はい、もうね、コメントが続々来ております。ありがとうございます。ということで、はい、あ、じゃあ遊びましょうか。失礼します。はいはいはい、さあ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 、ということで、はい、あ、まあ、まずはね、はい、あの、歌唱力よ、予選審査の司会やってたの、はい、いやお決勝ありがとうございます。本当嬉しいです。うん、なんか小田には決勝行ってほしいみたいな言いました、うん、言った。なんかすごいエゴサしたら出てきてなんかすごい嬉しかったです。そうそのなんかランクイン、誰がランクインしてますかみたいな言われて、うんうんうん、小田にです。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。こちらも楽しみでございます。はい、今日は、はい、ますね、うん、はい、おだえリークということで、はい、はい、うん、緊急発表があるんでしょ。そうなんです。え、ありますよ。はい、なんかいろいろ聞けますよ。はい、ということで、はい、これはやっぱりあれかな、はい、こう歌に関係することかな。ここに書いてるけど、これはもう普通に喋っていいのよ。歌に関係あることなのかなっていう、はい、はい、あの、はい、うん、かもしれないです。かもしれない、はい、うん、じゃあもうとりあえずもう行っちゃうのね、はい、先に行っちゃうパターンね。そうですね、だいたいショールームって引っ張るけど、じゃあもう行っちゃいます。今日も言っちゃうということで、うん、じゃあ早速リークお願いします。はい、私、小田エリナは、この度、美容院に行きました。イエーイ。イエーイじゃない、イエーイじゃない。前髪切った。前髪切ったらしいです。いや、前髪切ったリークしないでしょ。やめて、おい。緊急発表。すごい。イエーイってなってる。どう、え、最近？いや、もう先ほどです。先ほど？先ほど、この配信の前に、美容院行って前髪切りました。それ分かった人いるかな、はい、え、みんな分かりましたよね。最近伸ばしてたんですけど、いや、そうですね、ついに決めました。イエーイ。あ、伸ばしてたんだ。そうなんです。あ、イエーイ。それをということで、こちらが発表ということでよろしいですか。違います。そりゃそうだろう。はい、うん、まあまあまあ、それはね、うん、まあ、それはそれとして、はい、うん、本当に、はい、本当の発表があるんですよね、リークが、はい、はい、じゃあ行っちゃいます。改めて、うん、お題リークお願いします。はい、私、小田エリナは、この度、念願のソロライブをさせていただくことになりました。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、いやー、イエーイ、すごいね。はい、嬉しいです。ソロライブ、ワクワク、ワクワク、はい。いつぐらいから決まってたとか、ワクワク、今月です、多分。結構最近、結構最近すぐ決まって、うん、もう決まってすぐ、もうどんどん早い感じで展開始まってる感じなんで、うん、今日も緊急ということで発表させていただきました。ね、聞いた時はどんな気持ちでした？聞いた時、うん、でもなんか本当にできるのかなって思って、うん、なんかそんな
そう今年中にやりたいねみたいに言ってたんですけど、うん、なんかそんな都合よく行くかねって思ってたんですけどまあ確かにそれ11月にその話が出てね、でその行くかねと思ってたら、うん、スタッフさんがライブハウス空いてるライブハウスを探してくださって、うん、なんかできる今年中にできることになってとても嬉しいです。いやおめでとうございます、うん、おコメントも結構ね、どこでとかお、うん、どこでとかおめでとうの嵐でございます、うん、お、ありがとうございます。どこで小田家なのかいやいやいや違いますよ、ちゃんとした場所で。ということで、じゃあね、うん、詳細がこちらにありますので、はい、ちょっと小田さんに発表していただきたいと思いますけど、はい、じゃあ行きます、うん、じゃーん、はいはい手書きだね。小田エリナファーストソロライブ小田エリサイタルボリューム1、12月16日木曜日、2公演ありまして、1つ目が王子来婚、サブタイトルが王子来婚で、オープンが15時30分でスタートが16時半、うん、で2つ目の公演が東華生成というサブタイトルで、うん、オープンが19時30分でスタートが8時20時になっておりまして、はい、こっち後半は30分なの、うん、あ確かにこれ合ってんのかな間違ってるかもしれません。手元は19時だよあれ待って、あ待って間違えた、私が書き間違えましたそうだよね、すいません急いでって19時でした、はい、すいません気づいてくださりありがとうございます。これは19時になります。はい、はい、で E プラス場所は、うん、リビングルームカフェ&ダイニングというところでやります。渋谷です。これはもうタイトルは、タイトルはおだえりサイト、そうです、私が考えました。すいません、ちょっと書き間違えちゃったね。あ、書き直しとか、はい、これはどこなの、大体どの辺なの、このリビング、これはもう渋谷駅からもうと繋がってます。繋がってるの、なんか渋谷駅となんかユニクロとかあるじゃないですか、なんか109の隣、うん、でっかいユニクロ、その建物の中にある。へー、だからめっちゃ来やすいです、駅から。へー、はい、じゃあ改めて書き直したやつ、はい、じゃーん、はい、スクショして拡散してくださいわかりにくいな、なんか蜂みたいになっちゃったてか手書きなんですけど、こういうの作ってくれないんですかね作る予定もあったんですけど、緊急だったから、緊急すぎたからちょっと ね, ね、手書きの方がいいじゃないですか、味があってね。これなんかタイトル、これ何、このサブタイトルみたいな、サブタイトルは、うん、まあ、後で言いますよ。なんで切れ気味に言われてる、後で言いますから。あ、それは後なの、はい、後で説明します。そう、場所は行った、場所ですか。いや、自分の、あ、行きました、うん、行きました。え、有名なギタリストさん、それめっちゃ有名なギタリストさん、めっちゃ有名な、その何、ライブをやってたの。え、ライブをやってて、そう、スタッフさんと見に行かせていただいて、有名なギターのライブ、めっちゃ有名な、フリードマンさん、フリードマンさん、あ、はい、マーティ・フリードマンがいたの。マーティ・フリードマンさんのライブに行かせていただきました。おで、ほんとそれでライブ、あ、ここで私もライブするのかな、すごいとこでやるんじゃないの、じゃあ。そうですね、でも本当に素敵な、なんかすごいおしゃれな場所で、そう、だからぜひ皆さんにも来ていただきたいなと思います。どんくらいの大きさなの。え、でもそんな、何人、100人とかですかね、多分100人ぐらい入ると思うので。あ、でもライブハウスな、そうです、はい、という感じですね。すごいな、その4文字熟語の、はい、そうです、4文字、それはまあ、後だもんね、はい、はい、ということで、はい、じゃあそのね、はい、小田エリサイタルボリューム1ちょっと掘り下げて、うん、はい、こう聞いていきたいと思いますけど、あ、お願いします。で、その、うん、そのソロライブの見どころちょっと、はい、はい、まとめてもらいましたので、はい、発表していただきたい。じゃあ発表します。はい、じゃあ一つ目の見どころはこちらです。じゃーん、ライブは生バンド演奏、すごーい、めっちゃ嬉しい、すごいね、めっちゃ嬉しいです。広さが分かんないけど結構なバンドってこと。でも 3名ぐらいがついてくださって、
はい、それで歌わせていただきます。楽しみ、すごいね、バンド演奏で。そう、なんか生バンドの演奏でソロライブするのが夢だったので、うん、はい、とても嬉しいです。いいね、ちょっと、はい、楽しみになってきたね。はい、楽しみです。はいはいはい、はい、まだありますか。まだありますよ、はい、2つ目は、セットリストはこれから打ち合わせ。分かんないの今、なんかなんとなく今は、なんとなく私が、あのなんかこれやりたいっていう曲はリストであるんですけど、はい、このあとスタッフさんとかとちょっと順番決めたり、はい、決めたり、この曲をこっちに変えたりとかっていう打ち合わせがあります。そう、でもすごい、いや緊急だったね。そう、緊急なので、ね、そう、まだまだちょっと進んでないところもある。だったらこの緊急発表も明日だったね。明日の方が緊急、本当に緊急、全てが緊急、はい、はい、続いての緊急は、はい、じゃあ続いてはじゃーん。一部と二部は少し変化。あ、はい、じゃあ同じ歌を、うん、歌うとは限らない。はい、なんかあのタイトルでもあったんですけど、一、うん、つ目が、王子雷魂で、あ、さっきの四字熟語。四字熟語。一つ目のタイトルが王子雷魂で、二、うん、つ目が東華先生だったんですけど、うん、これの意味が、うん、ですね、これ私が決めたんですけど、サブタイトルの意味が。すごい、そんな難しい言葉知ってる。王子雷魂は、うん、過去から未来まで面々として続く時間の流れということで。え、何それはもう見せないよね。めっちゃ字汚いんで、はい、王子雷魂は過去から未来まで面々として続く時間の流れということで、なんか私のなんか生い立ち、なんか人生っていうか、うん、なんか過去に影響を受けて受けた曲とか、なんか私の人生を彩ってくれた曲を、あ、なんかすごい今ドヤ顔。いい言葉浮かんだの顔したけど、そう、それをなんかできたらいいなって思うのと、うん、で2個目は東華先生っていうサブタイトルは、うん、これは東華先生四字熟語なんですけど、うん、どんな時も変わらない固い信念のことって意味なんですけど、なんか冬、うん、冬、これ東華先生の東が冬なんですけど、はい、なんか冬っぽい曲をちょっと歌う部にしたらいいのかなって思って、こういう意味にしました。でも夏も入ってるじゃん。でもまあ冬の方が先に入ってるので、あ、夏は一旦忘れるじゃん。そう、夏は一旦忘れていただいて、はい、ちょっと冬の方が先にあるので、東華先生で、はい、こういう感じで。そうで、四字熟語も私がかっこいいなって思って、サブタイトル、それ調べたの？え、調べました。四字熟語とか好きなの？え、めっちゃ好きです。本当？はい、一番好きな四字熟語なんだと思いますか？一番、だってこんなあれだったらね、確かに見てる人もみんな言ってください、ね、私の好きな四字熟語。一期一会とかじゃないの？お、めっちゃ来た。ほら、みんなすごい、すごい。あ、そう、あるの？よく、え、合ってんの？よく言ってる。四面楚歌です。四面楚歌、はい、敵だらけっていう。四面楚歌が好きな四字熟語の人いないよ。めっちゃかっこいいなと思って、四面楚歌、うん、敵、周りは敵だらけっていうのがすごくかっこいいなと思って、私は四面楚歌には今回はしなくて、うん、はい、オンコライブとか先生にしました。ソロライブのタイトル四面楚歌。はい、って感じ。お笑いライブだと思われちゃう、四面楚歌。四面楚歌でもいつかそれでもやりたいなって思います。どんな歌歌うの？そんな行き止まりみたいな。まあそんな感じでさ、はい、そんな感じでさ、そんな感じで、あの一部と二部は変化があるので、ちょっとあるってことね。はい、楽しみにしていてください。投資でもいいってことだね。はい。はい。さあ、そしてまだありますか？はい、はい、まだあります。じゃん、グッズもあります。イエーイ。それだからもうソロライブのグッズってこと。そうです。もうこのライブのためにグッズを作るです。作る、はい、なので、もうどんなものとかは、どんなもの、なんか一昨日撮影したんですけど、撮影、うん、なんかいろんな服着て、いろんな、やっぱ普段の私じゃないみたいな私の印刷された何か。まあ今のところはそのぐらいなのかな。でも言っていいんですか、これ。なんかまだ完成品とかもまだわかんないから、あ、いいんだ、なんかクリアファイルとか、なんかポスターとか、あ
とキーホルダーとかラバーバンドとかいろいろあります、はい、結構盛りだくさんで。そうです、盛りだくさんなのでぜひ楽しみにしていてください。はいはいはい、うん、はい、じゃあ続いて、続いてははい、これ大事なことなんですけど、うん、チケット発売は明日11月20日土曜日の12時スタートになります。 お昼の12時ね。はい、はい、そうです、うん、はい、というかもう結構すぐ明日なんですけれど、だから今日発表しなきゃいけなかったんだね。そうなんですよ、はい、ということで皆さん、いやこれも大コメントも明日か、そう明日、うん、T シャツないのかな、T シャツが 急すぎてって急、早すぎどこで発売、どこで発売、これは E プラスさんで発売ですね、はい、よろしくお願いします。はい、確かに大変だよね、それだって100人ぐらいしか、うん、当選しないってなったら結構早めに予約しないと、はい、いや、どうですかね、なんか、はい、ぜひ。でもこれだって今見てるのはもう6000人近く見てますから。いや6000人ってこれでも累計なんで多分見てるのは80人ぐらい。いやいや足りてないじゃん。いやそうなんですか、そんなことない。20時半、20時半に公式でアップ、ああ詳細がね、をぜひ20時半に、はい、どこにアップするんですか。チームメイトの公式サイトですかね。あ、チームメイトの公式サイトにアップされるということで、はい、そちらをチェックしてください。で最後の、うん、はい、まだまだ、はい、はい、来場者の方だけにプレゼントがあります。おおすごい、はい、これは、はい、じゃあもうそれ全員、うん、来た人に、はい、あげます、何かを、はい、はい、これも決まってはいるもん、決まってます、うん、はい、それをまあ楽しみに、はい、あのライブに来ていただこうということで、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、行きたいとかね、おー、ありがとうございます。レピー非売品、非売品のねさあ、ということで、うん、えー、はい、まだおだえりの家で歌うと思ってるでしょ。いやいや、歌ったらダメでしょ、近所迷惑そこじゃないと思う、はい、はい、ということで、ここからはこのおだえリサイタルを記念いたしまして、はい、こんなコーナーをお届けしたいと思います。題しておだえリスペクト、イエーイ、ということで今回ソロライブを行うまで成長した小田恵里奈さんですが、そんな彼女を作り上げたのは小田さんが尊敬するアーティストの皆さんかもしれないということで、その小田さんが リスペクトしてるアーティストたちをちょっと掘り下げていきたいなという、はい、こっからねちょっとどんな歌歌うのかなみたいなヒントもなんかこう妄想しつつ見ていただきたいと思います。ちなみに、5組、はい、5組、はい、5組挙げていただいたということで、はい、じゃあ早速見せてもらっていいですか。はい、難しかったんですけど、5組、まあなかなかね好きなアーティストいっぱいいるだろうけど、はい、私が一番好きなのはやっぱり、はい、バンプオブチキン、おー、はい、ちょっとね愛が足りないですけどねあれ、まあ、本当だ、やばい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 、こんな好きなのにこんな好きなのに、すみません、はい、バンプオブチキンです、はい、これは、はい、これは本当にもう中学生の頃に、うん、私バンドがすごい好きなんですけど、うん、バンドが好きになったきっかけがもうバンプオブチキンさんで、うん、なんか人前で歌いたいっていう気持ちが芽生えたきっかけもバンプオブチキンさんが、私の気持ちに火をつけてくださって、うん、そう、本当にいい曲で、なんか好きってなった瞬間に、なんかその時中学生だったからお金もそんなないから、うん、なんか中古屋さん、うん、CD の中古屋さんでシングルとアルバム全部買って、どうする、いきなり揃えたの、その時にもう何枚ぐらいあったの、その時結構もう10とか20とか30?20 ぐらいあって、全部買って聞いて、もう毎日聞いて、ウォークマンに落とし込んで、塾行く時も、寝る時も、家で勉強する時もずっとバンプオブチキンさん聞いて、うん、そう、私の青春、なんだ、俺の青春時代ぐらいに出てきた人だよね、多分、19、20歳ぐらいの時じゃないかな、絶対感想で、結構歴史長い、いや、そうだと思うけどね、うん、本当に大好きで、何がこの曲で入ったのかな、私はあの涙のふるさとっていう曲があるんですけど、うん、なんかネットでなんかで聴いて、うん、あ、なんかこの曲めっちゃいい曲だなと思ったらバンプオブチキンさんの曲で、うん、あーって、そっ
そこから好きになりました。はい、って感じで。私で歌うのかなっていうところですね。じゃあ続いて、はい、はい、次はじゃーん、557さんです。なんか、へぇあ、もっと俺なんか、はい、今の知らない人を言われるんだろうなと思ってたの、なんか、わかんないけど、これは私が高校生の時に軽音楽部だったんですけど、うん、あの初めてコピーしたバンドなんですよ、C7 っていう曲と、うん、あと近距離恋愛って曲を披露して、うん、初めて人前で歌った曲、へぇ、軽音楽部のライブで初めて私が人前で歌った曲が551883の曲だった。めっちゃ思い出す。551883ってまたやってる？いや、もうやってないんですけど、もう本当になんか憧れです。私あんまり女性ボーカルの曲あんま聴かないんですけど、うん、551883はもうめっちゃ好きでずっと聴いてられる。いや、すごいな。俺もだって20年ぐらい前だと思うよ。そうなんですか。多分そうだと思う。浮き舟とか聴いてる。あ、浮き舟もめっちゃ好きでしたいや、すごいな。よ、はい、かった、知ってる人で知ってる人、はい、意外なって感じですね。はい、じゃあ続いて、はい、じゃあ次は、うん、岡村康之なんかすごいな。そう、めちゃくちゃ、なんかでもここ2年ぐらいで好きになったんですけど、うん、そう、なんか元気出る、なんかライブの映像とか、うんうんうん、岡村康之さんのオフィシャルの YouTube のチャンネルとかで載ってるんですけど、うん、なんかもうずっと見てられるっていう、何回でも見ちゃう。歌もすごくなんか、なんだろう、なんか踊るじゃないですか、うん、なんか目で見ても楽しいし、歌だけで聴いてもなんか本当にいいなって思って尊敬します。こういう人になりたいです。こういう人になりたいっていうか、こういう心あ、なるほどね、心が、はい、はっちゃけてる、はっちゃけてる感じはあるね。いや、すごいね、はい、渋いってね、なんか渋いね面白い。いやいや、はい、じゃあ続いて、次は、うん、ちょっとなんか変わるんですけど、変わる？アーティストだよ。はい、アイドルネッサンスさんっていう、うん、もう解散しちゃったアイドルなんですけど、うん、なんかこのアイドルネッサンスさんの、うん、がよくカバーしてる、カバーをいっぱいしてるアイドルさんだったんですけど、うんうん、なんか私の好きなアジアンカンフージェネレーションさんの曲とか、うん、ベースボールベアーさんの曲とか、それこそ岡村康之さんのことも好きになったのも、うん、このアイドルネッサンスさんがカバーしてたから知ったので、なんかいろんな、なんかアイドルの、私の中の憧れのアイドル、もう解散しちゃったんですけど、なんかすごい大好きな、私カバーがメインなの？カバーもしますし、オリジナル曲もあるって感じで、はい、もう私の目指すアイドルさんという感じで、もう大好き。ちょっとまた見てみたいですね。はい、ぜひ YouTube で見て、はい、アイドルネッサンス、はい、はい、そして最後は、はい、初音ミク。おー初音ミク私ボーカロイドがめっちゃ好きなんですね、うん、そう、カラオケ行ったらもうボーカロイドばっかり歌う、ボーカロイドの曲ばっかり歌うんですけど、うん、そう、なんか私すごいなんか昔ネットでなんか歌を投稿してみたいなと思って、うん、よく歌い手さんとかいるじゃないですか、うん、だからなんかそういうなんか歌も投稿したことあるんですよ、ネットに中学生の時とか、うん、でそういうボーカロイドとか歌ってたから、なんかすごい私にとってはもう大好きなアーティストです。うわー、いいね、うん、初音ミクはもう、はい、俺もずっとやってたから。え、本当ですか？あの、もう PSP から、あ、今もスイッチでやってます、うん、好きですか？だから、うん、そうね、初音ミクとかだとなんかあれ歌ってほしいとか、応援、なんか、え、聞きたいです、後で教えてください、はい、まあ、でもそういう歌もあるかもしれないってことだね、はい、そうです。初音ミクを検索しようと思ったらとんでもない数だからね。いや、めっちゃ出てくるんですけど、うん、そうなんですよ、まあ、いろんな、はい、ということで、いや、なんか、うん、まあ、この中から、うん、そろそろからあるかも、あるかもしれない、という、ちょっとチェックしながら、はい、待ちたいと思います、はい、ということで、お願いします、以上、お題リスペクトのコーナーでした。さあ、続きましては、このお題リサイタルを記念特別企画、まだまだございます。続いてはこちら、
おだえリプレイ。いやありがとうございます。ここではちょっとソロライブを記念しましてね、今まで小田さんがソロで歌った楽曲の数々を特別に大公開したいと思います、はい。本人と一緒にリプレイしたいなというコーナーでございます、はいはい。ということで、早速これも出せますかね。まず最初、こちらが懐かしい2015年うわ、6年前6年前、はい。ということで私も出てましたね、AKB48 の「あんた誰?」という番組でおだえりが歌った曲ということでございます。それでは、おだえりさん、はい、VTR 振りをお願いします。はい、はい、VTR おだえりプレイ、イエイイエイ自分の6年前。はずいですね。でもなんか若いなって思いました。うんうん、そのなんか AK ビンゴだっけ、はい、でね、一番歌が上手いのは誰だみたいので、うん、優勝して、はい、でそこで来てくれたからご褒美で歌ってもらうみたいな、はい、お祝いした曲ということで。はい、思い出深い。うん、ね、はい、覚えてますか。覚えてます。うん、はい、トロフィー持って優勝おだえりだって書いてたよね。あれそのまんまのトロフィー持ってきてくれたって、ね、そうです、そのまんまのトロフィー、はい、嬉しかったです、うん。なかなか懐かしい映像でございました。まだまだございます。その前に、はい、おその前に、お特急で告知用の画像ができました。あ、本番のポスター、本番のポスターとはちょっと違うけど、おすごい特急、告知用の画像じゃーん、はい、あ、こっちか、逆です。おー、すごい、おー、すごい、うわー、受ける、受けはしない、いやいやこの写真って、すごい、これができたらしいです。はい、はい、これが、あ、告知用のポスター、はい、そうなんです、はい、
はい、だってこれで立てかけられるのかな、ああ立てかけられる、ああなるほど、なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。問題にされたこちらが、うん、あれ20時半っていう、いつも、あ、じゃあもう、はい、そうか、ね、まあまあチームメイト、まあ後でいいですかね、はい、チームメイトにまたね、うん、ホームページ見れば、うん、今詳細が載ってるということでございますけど、はい、もうちょっと番組にお付き合いいただきたいと思います。続いて、まだございます。2018年エイトの日夜公演で歌った曲ということで、はい、ちなみに覚えてます？覚えてます。うん、うん、じゃあちょっと見てみましょうか。はい、はい、じゃあ VTR フリーお願いします。はい、 VTR お便りプレイ、イエイイエイどこだ、サノスピット、ピットピットでやりました。懐かしい。あなただけいてくれればいい、これが2018年か、3年前、初めて見た、これなんかずっと見れなかったんです、この映像見れなかった、見れなかった、なんか恥ずかしくて、はい、なんとなくコンサート終わったら映像とかは見る、見ますね。でも一人で歌うのは、あ、自分が本当にちゃんと、なんだろう、見るの恥ずかしくて、全然、あの映像は見ずに声だけ聞きます。まあまあ、改めて見るのかね、はい、でもあれ、あれ DVD になってます、 DVD か、 DVD 映像倉庫だっけ、まあ誰もわからないね、 DVD にね、なってるんで、前か4年前にはフジテレビのイベントがあって、そこでなんか99人の壁のイベントがあって、それの MC をやったんだけど、覚えてない？8の日にそれ入ってて、豊洲にいるんだよなと思いながら、8の日で俺なんかそれ撮ったもんですよ、フジテレビの写真撮って、8の日に来たかったなみたいな、あれなんか載せた気がする。すごい、私これ本当にめっちゃ覚えてるんですけど、うん、ありがとうございます。なんか歌い終わった後にこんなめっちゃでかい拍手もらったの初めてってぐらい、めっちゃなんか、うん、わーみたいなみんなが言ってくれてめっちゃ嬉しかったです。まあ、一人もう一人占めだからね、うん、この拍手はね。だから本当なんか一人で歌うのすごいめっちゃ難しい曲だし不安だったんですけど、うん、なんか歌った後もおーみたいになってよかったこれはじゃあ結構思い出深い、はい、はい、うん、ということでございまして、はい、こちらが2018年の8の日、はい、ということでございました、うん、はい、はい、続いてはもう一個ございます。こちらが全国ツアーファイナル神奈川公演の曲ということで、ここでは特別に小田のソロから始まる全体曲、はい、ということで、まあ、ソロから始まるんでね、うん、はい、というその VTR も見ていただこうと思います、はい、さあそれでは振りをお願いします。 VTR お便りプレイ、イエイ、イエイもう写真もそうするんだ、
広さ夜空に輝く数多の星から大事な一つを今なら指させる何度も季節が移り変わり星座が巡っても私は迷わない愛とはいつもそこにいること孤独な日々にやっと気づいた長い期間よ命ある限り耐えることなく照らし続けよう星が一つも見えない夜も心の奥に何か感じるはず確かに ちゃんと音楽する人だ噛み締めながら歌いました、はい、ということでね、うん、3曲見ていただきましたけども皆さんも、うん、はい、どんな感じかな、まあ、拍手してる感じ、おありがとうございます、はいはい、ということでございまして、うん、3曲リプレイしてみましたけども、はい、まあ、これ以外でも、ね、思い出に残ってるソロ曲とかあります、うん、なんかもうソロで結構歌わせていただくことが多すぎて、うん、全部ですそう、振り返ると本当にたくさん一人で歌わせていただいてるなって思いました。コンサートとかで一緒にちょっとありがたいことに。ああ。だからもういっぱいありすぎて、なんか思い出せないです。なんか 変なところとかでも、だロケとか行ってる時に、ね、あ、ロケとかでもなんか謎のステージがあって、そこで桜の花びらたち一人で歌ったりそう、あったよね。なんかタルマ落としするような。はい、とこでね、懐かしい、うん、はい、そんなのも覚えてますけど、うん、はい、ということで、今ご覧になった小田のソロだけでお送りするのが、はい、こちら12月16日ですね、うん、木曜日の小田絵リサイタルボリューム1ということで、皆さんお楽しみにということで、以上小田絵リプレイのコーナーでした。さあ、はい、はい、ということで緊急生配信で、お送りしてきました小田絵リーク吉凶仰天
こちらもお別れの時間となりました、はい、あ、小田さんいかがでしたか。なんかもうこんな、なんか、うん、ソロライブをこうしてなんか発表できる日が来るなんて、うん、ソロライブをできることも嬉しいんですけども、こうやってなんか皆さんがコメントで嬉しいとかやったーとかって喜んでくださるのがとても嬉しかったです。本番が楽しみに、もっと楽しみになりました。はい、いや本当ね、こういう曲を聴いてまた、うん、改めて、楽しみになった人も多いと思いますのでね、うん、ということで、先ほどですね、はい、私も小田さんのソロ曲聴いてたら、はい、高まってしまいましたね。おこれね、はい、高まってるのはもちろん私だけじゃなく、もう見てる皆さんも高まってるでしょうけど、はい、他にも高まってる方がいらっしゃいます、はい、なんと、はい、高まりコメントが届いておりますのでそちらの VTR をご覧いただきましょう、はい、VTR 高まり。おお、えひーちゃん、こんにちは、本田ひとみです。うん、えりちゃんソロライブ開催おめでとう。お、ありがとう。ね、えりちゃんの念願だったソロライブができるということで、今自分のように嬉しいです。えりちゃんどんな歌歌うのか楽しみだな。これからも皆さん、いいえりをよろしくお願いします。おめでとう、えりちゃん。ありがとう。どうも、ドランクドラゴンの鈴木です。マジ、いやちょっとね、今回ね、小田がソロライブということで非常にね、ちょっと楽しみにしておりますよ。僕はね、小田のまあこの行く先でね、すごいちょっとね、シンガーソングライターというかね、その歌い手さんになるんじゃないかっていうね、自分の思いもこもってますけども、ちょっとね、頑張ってほしいんですよね。まあ今回のこれを皮切りにね、ちょっと一味も二味も違う、今までには見せたことのない小田の一面を見せて、みんなを魅了していただきたいと思いますね。これは本当にそう思ってます。こっから変わっていく小田を、うん、生き証人として見ていただきたいと思います。小田さん頑張ってください。ありがとうございます。イエーイ。というわけで、ありがとうございます。はい、こちらお二人から、はい、コメントをいただきました。そして今見てる方も1万人突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてどうですか、今のコメント。嬉しい。なんか突然でしたけど、はい、なんかありがとうございます。すごい。大丈夫ですか、ね。はい、嬉しいです。はい、ということでね、たくさんもね、楽しみにしていらっしゃいますんで。はい。はい、ということでございまして、はい、皆さん高まってますけども、はい、これだけではございません。実はですね、AKB48 のレコーディングディレクター田中さんやばからもコメントが届いております。こちら預かっております。すごい、なんで田中さんめちゃくちゃ久しぶり。はい、こちら預かっております。ちょっと代読させていただきます。小田ちゃん、ソロライブおめでとうございます。小田ちゃんの歌声はいつもシャープで、特に最近は自分の声の特徴を生かして歌う本格派になってきました。僕は可愛らしさの中にエッジの効いた鋭さがあり、その中に彼女の優しさを感じます。チームエイトとして AKB48 に参加した当初からその魅力は変わっていません。精一杯自分の魅力を発揮して皆さんに喜んでいただけるようなライブになることを祈っています。頑張ってください。田中さんからいただきました。ありがとう、田中さん。いやたくさんでは泣かなかったのに。泣けなかったんですよ。はい、嬉しい、田中さん。はい、こちらいただきました。田中さん、私のこと覚えててくださってるんだ。いや、なんか忘れられたと思ったんですけど、なんか田中さんはなんか初めてのレコーディングの時か、なんかいい声だねって言ってくれ、はい、ありがとうございます。いや、いいの、思い出して、はい、あ、そういう思い出があるの、そのレコーディングの時に褒めてくれた。はい、でも嬉しいです。見に来てください。ああ、いや、見に来てくれるんじゃないですかね、うん、はい、はい、というわけで、ございまして、じゃあ改めてちょっと涙の中ですけども、最後にちょっとソロライブの意気込みを
ちょっとカメラに向かって、お願いします。はい、もうずっとやりたかったソロライブがついに開催ということで、もう一生懸命頑張るので、はい、来てくださった皆さんに楽しんでもらえるようにエリエリオーで頑張ります。ぜひ皆さん見に来てください。イエーイ。はい、ありがとうございます。ということで、改めまして、小田入りのファーストソロライブ小田入りサイタルボリューム1は2021年12月16日木曜日、うん、E プラスリビングルームカフェ&ダイニングで、開催します。チケット受付は明日11月20日土曜日の12時スタートでございます。明日の12時スタートでございます、うん、ということで、皆さんぜひ足をお運びくださいということでございます、うん。ということで、これもね、早く本当に12時に、うん、やらないと、はい、予約しないとね、はい、スマホパターンでね、ぜひ、ね、スマホで、はい、予約していただきたいと思います。はい、さあ、というわけで、最後には涙もございましたけども、うん、はい、こちらで、緊急発表スペシャルを終わりたいと思います。はい、さあ、この番組いかがでしたか、小田さん。いろんな恥ずかしい、そうですね、過去の映像とか恥ずかしかったんですけれども、なんか、そうですね、いや、本当に和賀さんいてくださってよかったです。進行してくださりありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。